自己分析ならマジキャリ。年間1万人のキャリア支援の経験から得た強みや転職データからあなたのキャリアを一から提案します。転職すべきかどうか迷っていても OK です。少しでも今の会社仕事で悩みがあったらぜひお問い合わせください。詳しくは概要欄から。転職初心者がついついやってしまう罠に陥っていませんか？滑らないキャリアエージェント代表の末永です。今回は転職初心者が絶対に後悔する会社の選び方について、今まで4000人以上の転職者の支援をしてきた転職エージェントとしてご紹介させていただきます。このチャンネルでは理想のキャリアを実現するための情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。初めての転職活動だと自分の会社選び方が合っているのかわからない、でも将来に大きな影響を与えるから失敗はしたくないと不安になりますよね。転職というものは人生に大きな影響を与える重要な決断です。だからこそ失敗したくないと誰もが思うものですよね。しかし失敗はしたくないと思いながらも、実際には正しい会社の選び方が分からずに思い通りの転職活動ができていないことが意外にも多いんです。私が直接ご支援をしてきた人の中で、転職初心者の人が共通してやりがちな会社選びのミスがあり、後々こんなはずじゃなかったと後悔する人が非常に多いです。なので絶対失敗したくないという方のために、今回は転職初心者が陥るあるポイントとその対処方法についてご紹介していきますので、ぜひ最後まで視聴して転職活動の参考にしてくださいね。それでは早速ご紹介します。絶対に後悔する会社の選び方の一つ目は、好きで仕事を選ぶことです。とはいえ、どうせ仕事をするなら好きなことを仕事にしたいとは誰しもが思うことですよね。しかし自分の好きなことを重視しすぎて会社選びに失敗してしまうことがあるので注意が必要です。希望の業界で入社できたものの、いざ働いてみると思っていた業務内容と違ったという理想とギャップが生じてしまう可能性が大いにあります。まず前提として、好きイコール仕事ではないということを皆さんに知ってもらいたいです。業界は自分が好きなことでぴったりだけど、いざその業界に入ってみると割り当てられた仕事にやりがいを感じられないというパターンは実はよく見られます。なのでただ単に好きな業界だからというだけで飛び込まずに、入社して数年後の自分や業務内容など職種や業務内容をしっかり分析した上で会社選びをし、転職してよかったと思えるような転職活動にしましょう。絶対に後悔する会社の選び方の2つ目は、年収だけで選んでしまうことです。特に男性や結婚、出産などの予定がある方が重視する傾向にありますが、ここでも注意が必要です。年収アップだけを重視して現職よりも条件が良い企業を選ぶと、中長期的に勤務し続けられるかという将来性の観点がおろそかになってしまう人が非常に多いのです。その結果、短期離職や仕事にやりがいを感じられず成果が出せなくなってしまうという悪循環に陥る方がいらっしゃいます。ですので会社を選ぶ際には、年収だけでなく自分が10年後になりたい姿やキャリアを想像して必要なスキルを身につけられる業務内容なのか、自分のやりがいに合っている仕事なのかなどの、働き続けることができるのかといった長期目線でも会社選びをするようにしてくださいね。自分のキャリアに迷っているそこのあなた、自分に合った仕事が何かわからなくなってませんか？概要欄の LINE に登録していただければ、 LINE 登録の市場価値診断が受けられます。この診断ツールを使えばたった1分であなたの市場価値、向いている仕事がわかります。他にもキャリアに関する有益な情報を発信しているので、概要欄から気軽に友達追加してみてください。絶対に後悔する会社の選び方の3つ目は、成長しそうだからという理由だけで選ぶことです。もちろん将来性や長期的な視点から成長できる環境というのは大事な要素ですよね。しかし成長できる環境は大事ですが、そこで思考停止してしまうと会社選びを失敗するかもしれません。理由としては、ただ単に成長しそうな社風だから、成長しそうな業務内容だからというような安易な理由では、あなたにとって必要な成長ができる環境かを十分に判断する基準にはならないのです。中途の転職は即戦力採用であり、新卒の就活と違い、何を経験をしてきたのかによってその後入社できる会社やキャリアが大きく変わってきます。ですので
自分が叶えたい理想のキャリアから逆算した時に必要な経験を得られる業務内容なのか、その上で社風や価値観が自分とマッチしているのか、成長環境があるのかといった観点で会社選びをする必要があるので注意をしましょう。絶対に後悔する会社の選び方の4つ目は社員の人柄で選ぶことです。社員の人柄で企業を選ぶということ自体の否定はしませんが、面接で実際に話した社員が良い人だったからという部分に過度に振り回されてしまい、いざその会社で仕事をしてみるとなんか思っていたのと違うと入社後に後悔する人が多いので注意が必要です。毎日働くのにもかかわらず思いやりがなかったり自己中な人がいる環境に飛び込みたくないという気持ちは当たり前のことだと思いますが、面接時の社員の人柄が良かったとしても入社後に自分が惹かれた人が退職してしまったり、自分の配属された部署の上司と価値観が合わないなど自分ではコントロールできないことが起こり得るのです。人柄だけで選んでしまうとそのような面接時と入社後のギャップが必ずと言っていいほど起こるため、業務内容や会社ビジョンなどの人柄以外の観点でもあなたにマッチしている会社を選ぶようにしましょう。絶対に後悔する会社の選び方の5つ目は一番最初に内定が出た会社に決めることです。一つの会社から採用をもらい、第一志望の会社からまだ採用通知が来ていないけど採用承諾期限が迫っているという状況に置かれた場合、あなたならどうしますか？第一志望の企業から内定がもらえることにかけて最初の内定をもらった企業を断るという人もいるかもしれませんが、もし第一志望の会社に落ちていたら怖いという不安から安全志向になり、一番最初に内定が出た会社に決める人が一定数いるので、不安に駆られた勢いで内定承諾をしないよう注意をしましょう。一番最初に内定が出た会社は将来の自分の姿を想像した時に、果たして本当に自分のやりたいことと合っている業務内容なのかを確認せず入社を決めてしまうと、入社前とのギャップやもっと考えて会社選びをすればよかったと後々後悔する人が非常に多いです。またもし複数企業を選考しており、どの企業に入社をするかが決めかねるという方は、内定承諾期間を延ばしてもらう方法もありますので、安全志向になりすぎず本当に自分に合っている会社なのかを考えて慎重に内定承諾をしましょう。絶対に後悔する会社の選び方の6つ目はリファラル経由で安易に決めることです。リファラル経由とは縁故、知人紹介で入社する採用のことです。縁故による転職活動は推薦者と採用企業の間にある程度の信頼関係ができているため、採用選考がトントン拍子に進み内定をもらいやすいという傾向がありますが、リファラル経由だからといって会社や業務内容についてあまり調べずに入社してしまうと、自分がやりたいことと違うと業務内容のミスマッチが起こり得ます。一般選考だろうとリファラル経由だろうと、10年後はこんな姿でありたいという将来のプランを実現するためには、次の会社でそれを実現するために価値のある経験ができるのかということを明確化させる必要があることには変わりないので注意をしましょう。絶対に後悔する会社の選び方の7つ目は社格や成長産業などの憧れだけで会社を選ぶことです。簡単に言うと、知名度が高い有名企業に入社することへの憧れから名が知れた大手企業を選ぶことです。もちろん誰もが社名を知っている大企業で働くということは誰しも憧れることであると思います。さらに親からも安定した企業を勧められたり、名の知られない企業だと反対されるケースもあるため、有名企業に入社して他人からよく見られ安定した生活を送りたいという思いから、この会社の選び方をする人はよく見られます。しかし企業名だけで会社選びをすると入社後に後悔するかもしれません。ここでのポイントは仕事内容と得られるスキルに着目することです。いくら社格が良くても自分が求める市場価値につながらない仕事内容であれば理想のキャリアは得られません。逆に社格が低くても仕事内容によっては得られるスキルが質の高いものになるのです。なので何度もお伝えしますが、10年後の自分のありたい姿を想像してそれを実現するために価値のあるスキルと経験が得られる仕事内容なのかということを重視することが一番大事なので覚えておきましょう。絶対に後悔する会社の選び方8つ目は社長の経歴で選ぶことです。会社選びをする上でその会社の統率者である社長がどんなバックグラウンドがあり、
どんな思いで会社設立まで至ったのかということは大事な要素となります。しかしこれは入社の決め手ではなく一つの要素に過ぎないことをお伝えします。社長の経歴や実績は重要ですが、それだけで会社全体を評価することは難しいと言えます。例えば社長の経歴にフォーカスしてしまうと、会社の内部や社風、働き方などの社長の経歴では成り立たないものを見逃す可能性があるのです。なので社長の経歴は会社選びの一つの材料と考え、会社全体の文化であったり自分の将来のキャリアプランを考慮して総合的に評価することが重要になります。この動画を見て転職初心者が陥りがちである会社を選ぶ際のポイントが分かったでしょう。それを認識した上で自分の会社の選び方は10年後ありたい姿を想像した時に必要な経験であり、価値のあるスキルを身につけることができるかということを考えることが重要なので、自分の将来のキャリアプランを明確化させた上でそれに合う会社を探していきましょう。いかがだったでしょうか。今回は会社選びで失敗しないように転職初心者が陥りがちな気をつけるべきポイントを8つご紹介しました。今回の動画では一つの軸を重視して会社を選ぶのではなく、将来自分がありたい姿を実現するために逆算して価値のあるスキルと経験が得られるのかということが大事だとお伝えしました。しかし実際に今後のありたい姿と現状を比較して、今回の転職活動では具体的にどのような会社選びをしなければいけないのかを一人で立てることは簡単ではありませんよね。そのような方々に弊社はマジキャリというキャリアコーチングサービスを提供しています。自己分析や転職相談はもちろん、キャリアの悩みは何でもキャリアコーチが本気で向き合います。現在初回60分無料でキャリアにまつわるご相談を受け付けておりますので、ぜひ概要欄の URL を覗いてみてください。この動画が良かったと思う方は高評価とチャンネル登録をお願いします。取り上げてほしいテーマがある方はコメント欄にて教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。